あら、エスカ、ちょうどいいところに。ん？どうかしたの？倉庫を片付けていたら、懐かしいものが出てきまして。これに見覚えはありませんか？ずいぶん古そうな絵本ですね。あ、もしかして私が子供の頃に読んでもらった絵本じゃない？そうです。先ほど少し眺めるつもりがつい読みふけってしまいました。絵本って大人になってから読むとまた違って見えたりしますからね。そうなんですよ。人によっては全然違う感じ方をしますし、素敵ですよね。いや、そんなに熱くなられても困るんだけど。それ、ハチドリ姫の大冒険でしょ？久しぶりに私にも見せてよ。そうですね。では、昔のように読んであげましょう。それでは、始めます。ハチドリ姫の大冒険。昔々、ハチドリ姫という可愛い女の子がいました。ハチドリ姫は賢くてとても人気者。でもちょっとわがままな女の子でした。みんなが不思議に思ったことに何でも答えられたハチドリ姫は言いました。どんな不思議なことでも私には全部わかるわ。誰か私にもわからないような不思議な話をしてよ。そこへ友達の帽子の女の子がやってきて、ハチドリ姫に言いました。教えて、ハチドリ姫。私にはわからないの。何がわからないの？おじいさんの畑にどうしてお野菜ができなくなってしまったのかしら。任せて、私が直してあげる。そう言うと、ハチドリ姫は不思議なじょうろを作って畑に水をまきました。すると畑はすぐに元気を取り戻し、お野菜ができるようになりました。どう？私にわからないことなんてないわ。ハチドリ姫はご機嫌。でも帽子の女の子は悲しそうに言います。ありがとう、ハチドリ姫。でも私にはわからないの。何がわからないの？今までたくさんのお野菜ができたおじいさんの畑にどうしてお野菜ができなくなってしまったのかしら。ハチドリ姫は困りました。なぜならそれはハチドリ姫にもわからなかったからです。いかがでしたか？いかがでしたかって、思いっきり途中で終わってるじゃないですか。それ続きものなんですよ。続きが気になって逆に寝られなくなっちゃいました。確かに寝る前にこんな話を聞かされたら俺もそうなりそうだ。そういえば好きだったのに内容のことはよく覚えてないな。なんでだろう。あらあら、そうですね。気になるようでしたらまた続きを探しておきましょう。